やべ。うわ、やっちゃいたいの。やっちゃいたい。やばい。やっちゃいたい。今からバックフリップやりたいらしくて、どうすか。おー、いいね。できる。見とるだけだけど。なんか全然ジャンプも飛んでないのに、いきなりバックフリップアコでやりたいとか言い出して、これはやばいフラグ立っとるんじゃないかと。今行ってみます。行くだけ行ってみようかな、うん、でも基本的にバックフリップやる前にまずストレートで飛んだ方が俺は無難だと思う。だけどやってみたい。飛ばずにでしょ、ストレートとか。スピードさえ合えばやる。意味わかんねえこいつ。こいついつも俺の忠告聞かねえから、これ。気持ちわかんねえけどやってみて。よし、な、行ってみよう。やんの、どうする。いや、やるんならやる。本当に、まあ、俺はやれるよ。そりゃそうだろうね。ただまあ、あの着地はどうかしないけど。ああ、ランディングだね。まあ、行ってみようか。ランディング結構ボコってなってるね。なってるよ。人体気をつけてよ。人体。どこの人体気をつけてるの。頭、首。ダーンって吹き飛ばされた時の首。うん、あのビビったらストレートにするわ。あ、そう。オッケでしょ。俺ちゃんとアドバイス通り守ったでしょ。雪降ってたね。大雪だね。半端ないよ。いや、でもやっぱりさ、はい、雪降ってたりとかパウダーってめっちゃ良くない？いいね。そんで痛いことないからね。最高っすね。体強い。お母さんありがとう。本当に感謝して、ちゃんと。36歳。36歳はちょっとダメだよね。36歳母ちゃんに感謝しよう。36歳あの失敗は痛いな。いやー、でもさ、はい、怪我やっぱしないっすね。しないね。怪我しないよ、立山三六。いや、立山三六はしないっていうか君が頑丈なだけだとは思うんだけど。まあ、正直ここで折れ曲がったよ。折れ曲がった、マジで。折れ曲がったけど、翔平ちゃん気持ち的になんかさっき、いや俺ら絶対怪我しないって言ってたじゃん。しないね。ああいうのでも超大事だよね。ああ、ビビってる時怪我するから。そうそう、ビビって中途半端なことやると怪我するから。でも中途半端だったけど、ね、うん、いや、そうだね。ちょっと動画ちょっと今再チェックしてみましょうか。うん、見たいっす、うん、ちょっと見たいっす、はいはい。どう、検証結果。いや、もう一回お願いします。うん、ちょっともうちょっと頭スッと最初の時にグッといくといいんじゃないですかね。はい、ちょっと入れるの遅すぎましたね。ああ、やるんすか。やるっす。じゃあ、いやじゃあだったらやんなくていいです。俺はなんか強制しないタイプなんで。っていうか危ないから強制はしないんだよ。まあやんなくてもいいよ全然。面白い映像撮れたから。もう一本面白い映像撮ってもらおうかな。オッケー、いきますか。いきますよ。お願いします。チェース。楽しそうだね。楽しいよ今日。いや、おー、あー。あどう、なんかもう分からんな。分からん、抜けが全然分かんない。抜けがね。皆さんどうすか、回んない。回んないっすね。
なんか思ってた以上にできない自分に なるほどね。まあ教えはあるんすよね。実は今の撮りながらでももうすぐ気づいたことあるんすよ。ただもうちょっとずつこうランディング荒れてきてるんで、あーちょっと危なくなった、リスキーにはなってきてる感じ。まあアプローチもそうなんだけど、うん、もう余裕が全くない。そうだね、やりたいんだ。やりたいな、やりたいな。ロードトゥーバックフリップか。じゃあ教えようか。とりあえず教えていけそうだったらやる。あー、まあ、OK。 今もだってもうさ、うん、とりあえず頭入ったけどもうバタバタだったもんね、うんうん、入れる位置なんですよ、頭の入れる位置。アプローチにやられてるって言ったのがまさにそれで、ジャンプってアプローチで決まるし抜けで決まるし、ランディングは空中で決まるしって感じなの。1個手前で全部決まるから、それをリフトで教えましょうか。お願いします。アプローチ難しい、難しい。オーリーかけれる余裕があんまない。あ、そうなんよね。でやっぱり1回、うん、そのオーリーかけるときってこの前さハウトゥーやったじゃん、うん、要はいい位置に乗るから応力の高さが出るとか安定するんだけど、やっぱりあのボコボコに意識がいって、で応力が安定しない、しない。もう全然もう前見れてない。そう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 、そういうこと。板の真上に体重が乗ってないから板しなってこない。あ、なるほど。そうだから上にグンって上がんない。もう悪循環でしかなかった。そういうこと、そういうこと、そういうこと。これ聞いてできっかな。なんかもう姿勢作りがもう全然圧倒的に下手くそだから頑張ってアコはこう立てていかないといけないから。マウンテンでやるときみたいに起きてなくて、うん、ちょっとこういってるから。あ、そう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 、俺そう思うわ。 よりこう入れないと。そうそう、だからマウンテンと同じ頭の位置でグンってやってみてよ、でしょ、イメージ。そうやってるよね、やっぱり多分今。いや今そうだよね。あ、そう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 、そういうこと、そういうこと。なんかね、もうアプローチなんか動画で見たら普通だけど、うん、俺的にはすごいもうバタバタなんだよ。ああ、そうだね、そういうことなんだわ。やっぱで前見てないから、うん、だけどここ見てくから、うん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 、あとオーリーがもう全然できてない、うんうん、オーリーやる前にこう回しづらいこのフリップでこういってくから、うん、あ、そうそうそう、多分やっぱり腰から力逃げてるよね。板に体重かかってないよね、多分ね。だから途中までは回ってるけど、うん、そこからダメじゃん、ね、そう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 、だから最初のさ頭の入り具合も弱いっていうか、うん、回そうと思ったら多分無理だね、うん、無理だね。乗っからないとダメだね、多分頭が。それだわ、それだわ、間違いなくそれだわ。俺それだもん、うん、うん、起きてるもんね、胸って張ってるから。そう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 、それ意識したらできんじゃん。ちょっと逆に、うん、1本ストレッチいってみよう。いいっすね、いいっすね。いや、ターンの量が多いかも。早めにもうスピード切っちゃって、最後もうタタタタタタタってもうずっとまっすぐみたいな。はい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 、うん、やっぱ R で R 手前でターンしちゃうともう全部崩れるから。そういうことですね。そうで今フリーランじゃないからさ、はいはいはい、スピード調節も一回上で止まってからアプローチしてるから、はい、もう大体これで何回か行ってなんとなくスピード感がちょっとずつ分かってきたら、はい、もう大雑把に切ってからあとは直角行みたいな、うんうん、の方がいいね、多分ね。了解。おー、面白い面白い面白いっす。さあ宮田くんのバックフリップチャレンジ、はい、終了終了終了ですね。もう終了して、下手すぎるな。いや下手なではないっすよ。なんかやるレベルじゃなかった。うん、まあでもそれを知って怪我しなかったっていうのはね、チャレンジできたっていうのはすごいことじゃないでしょうか。ええ、チャレンジ続けていきたいと思います。まあ初めてな感じだったんで、うん、初めてというか一緒にねセッションしてバックリップやったのも、うんうんうん、次またやりましょうよ。やりましょう、ぜひ、うん、お願いします。俺は1本しかちょっと飛ばなかった。まあ1本で決めちゃうのはさすがだったね。あれやっぱり俺もちょっとピヨったんだけど、うん、グラブもしてないしピヨったんだけど、まあうまさですねやっぱり。これは、うん、それはあるね、うまさだよやっぱり。うまさくそだいやいやでもさすがや。いやいやいや、あのありがとう、楽しい映像。いや、うん、よかった。じゃあチドーン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 全部チドーンだったからね。お疲れ様でした。ダスダスダス。どうもテポトン宮田さん。ええ、次回おめえ返上したいと思います。またやりましょう。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。